シミックグループは30周年を迎えます。 CRO 医薬品の開発ということを中心に私どもは事業展開してまいりました。この医薬品の開発支援では日本の承認する新薬の 80% はシミックグループが関与しております。私どものこの持っているノウハウ、これはこれからも大変重要になります。そしてこのコロナが起こりました。この中ではワクチン接種支援、それから大事なことはワクチンの開発、それからさらには治療薬の開発という中で私どもの持っているノウハウ、それから私どもの持っているシステムそのものが生きてまいりました。一方、私どもは病気を治すという観点だけではなくて、その人がその人らしく全うするというパーソナルヘルスバリューという概念を持ち込みました。この中では私どもが個人がそのヘルスバリューを上げれることがどうか、それを支援する、そういう観点です。そしてその観点の中では、今回コロナによって起こったワクチン接種支援、それから地域のワクチンの打った後のケア、ここまで私どもはサポートできるような、そういう実績を持っております。これからますます大事になるヘルスケア、この中では革命的な変化が起こると思っています。個人のヘルスバリューをどうするか、そして病気か健康かという概念だけではなくて、そのヘルスバリューをどうやって支えることができるか、私どもはこれに挑戦していきたいと思っています。どうぞご期待ください。